北陸鉄道も、8500系電車は、かつて、北陸鉄道に在籍していた電車。1925年に申請された金沢電気軌動、デホ2 0 1系の後ろみである。本校では本形式を車体更新して誕生した、モハ3710型についても合わせて記述する。デホ2 0 1から104の4両が、 汽車製造を東京支店で申請された。なお、本形式は、金沢電気軌道に吸収合併された、石川鉄道が設計、発注した車両と言われ、4両とも石川線に投入された。全長 14,351mm、全幅 2,556mm の、半高性ボギー車で、正面3枚窓の非貫通構造車体を持つ。 最初期の反構成者らしく深い屋根と幕板の狭い、腰高な車体に、リベットが並ぶという、やや鈍重な外観を呈していた。形式称号が示す通り当初は荷物、合わせ作り車として登場し、白木区長寄りに荷物室を備え、窓配置は、B2D11D であった。 荷物積み下ろし用扉を含むすべての側扉に、ステップが設置され、ステップ部分の裾下がりは正面にまで回り込んでいたが、連結器周りは R 形状に切りかかれており、その部分の未大枠が露出した構造となっていた。制御方式は直接制御方式とされ、主電動機は、芝浦電気製造製 SE-100 に一あたり2機、吊り掛け式で搭載し、 歯車比は3.42である。台車は JG ブリル車製 27MCB-2 のデッドコピー製品である、汽車製造製 27MCB 釣り合い、針式台車を装備していた。現、北陸鉄道が合併成立した6年後の1949年に行われた一斉改版においても歯に1500あったと解消、改版されたが、 この時点で浅野川線に転属していた、デホに104のみも、ハに1300系1301と別形式に区分された。同社は後年石川総線に復帰した、再本形式に統合され、もに1 5 0 4位と、改版されている。1950年から、全車荷物室の撤去を施行し、車番はそのままに記号がもハと改められた。最初に竣工した。 モハ1500には、乗務員室部分に、強幅の窓を設置して、両端の扉を車体中央寄りへ移設し、窓配置が 1D1、3D1 と改められたが、他の3両は、工程簡略化のために荷物積み下ろし用扉を、客用扉に転用し、元の客用扉一つを埋めて、D15D の窓配置となっていた。また、冬季降雪時の排雪機装着のため、 正面連結機周りの切り欠きが拡大された車両が存在するが、その形状は車両によってまちまちであった。なおこの間、全車を対象に、台車端両部に後半による補強が加えられたほか、枕花部の一部改造が施行され、移行本形式の台車は、MCB 改め型と称されるようになった。 七百37121963年にモハ1502.1504は、大枠と屋根のみを流用して、自社工場で車体を申請し、モハ 3020K3021.3022 と解消された。申請された車体は、ノーシルノーヘッダー構造で、窓の固定指示に H ゴムを多用した、北鉄の標準スタイルとされ、窓配置は、 D1D8D1D と改められたため、主車の面影はわずかに、強幅車体と深い屋根形状に残るのみとなっている。正面には、貫通扉が設置されたが、床面高さの関係から、貫通ホロワクが、正面や昆布に突出しているという、異様な形態であった。また、モハ3021と3022では、正面窓の大きさが異なっていたため、 正面から受ける印象は2両で異なっていた。主要機器については台車を含めて種車より流用しているが、制御機のみ、日立製作所製 MMCL50 バイト電動化無軸式、自動加速制御機に換装されている。なお、翌1964年には制御機及び、主電動機をもは3700型と同一のものに、 乾燥し、ハ三3710型と再度解消、改版された。モハ千150 1501.1503については、蒸気車体更新を受けることなく、サハ 1000K の電動車化に際して1966年に、台車を供出し、車番はそのままに記号がサハと改められた後、 翌1967年に廃車となった。モハ3710系2両はその後も使用されたが、車体が小型であるため収容力に難があったことから、1978年のモハ3740系の入線に際しても、ハ3743.3744に主要機器を供出し、同年廃車解体された。ありがとうございます。